はい、どうもみさん、こんにちは、かのすけです。ですね、今回ですね、コーカサスですね、マレーコーカサスの、まあ、掘り出しというかね、まあ、ちょっと今、現状をお見せしたいかなと思います。でね、言っときますけど、これ、種親の入手がですね、2020年の4月かな ?4 月頃だったんで、もう約2年近く前のね、谷保屋からのルーデンになります。まあ、4月にブリードしてたので、そっから1ヶ月、あとと考えて、5月、まあまあまあ、そこそこ年数経ってますね。その上で今現状どうなのかという話なんですけど、まずですね、どっちから行こうか。これは浮かしてね。まずメスなんですけど、これ死んでるやん、なんで？完品なんですけどね、死んでますね、なぜか。なんで死んでんだろうな。あ、生きてる。生きてるね。生きてはいるけど、なんか、下落。なんで仮死状態なんだろうな。多分これ温度上げれば復活するのかな。まあいいや。なんか生きてるっぽいんですけどね。まあでもこれまあメスですね。で、あとちょっとお見せできないんですけど、サナギと、あとまだね、これ幼虫してるんです。ワンダリングですね。もうこんだけペタペタにしてるんで、ワンダリングで暴れてますね。まあ大概が、幼虫、まあ、幼虫はもう終わったんですけど、大概サナギか、まあ、大概サナギですね。で、オスなんですけど、まあ、オスね、大半、まだ幼虫、半分ぐらい幼虫かなしてまして、一部が幼室を作って、で、残りがこうやって、見えるかな、さなぎしてますね。さなぎか全幼か、まあ、完全幼虫っていうのはだいぶ少なくなりましたね、さすがに。こいつはどっち、こいつもさなぎですね。こうやってね、こうやってさなぎやってます。ロングホーンはね、いないんですよね、残念ながら今のところ。メス動いてんな、仮死状態だったか。で、で、浮かしてる個体がいるんですけど、よいしょ。
こちらですね。これもまあショートホーンですよね。短いですよね。まあ正ギリギリ中核と言っていいのか。でも本当大きくはないですね。やっぱここら辺やっぱコーカサスは難しいですね。しっかり手間暇かけれる状態でないとなかなかね角を伸ばしていくのは難しいのかなと思ったりもしますね。まあこんな感じですね。ほんとね、これがもうちょっとね、ヤーヒーみたいな顎を伸びてくれればいいんですけど。ね、もうちょっとね、ほんと顎を伸びてくれればいいんだけど、顎じゃね、その伸びてくれればいいんですけどね。一応ですね、まあマックス、オスのマックスが107までいってるんですよ。で、そいつは今、養子と作ってるので、そいつはそこをどんだけ、角が伸びてるかという感じなんですけど、結構ね、ヘラクレスと比べてね、カルコス負けって8日、ま、前夜から、まず前夜になるまでが長いです。長くて、なおかつ、前夜になっても長くて、さなぎになっても少し長いですね、ヘラクレス君に比べたら。なので、まあ、ちょっと時間かかる種類ではありますね。ちょうど今お昼時なんですけどね。結構ね、ヘラクレスと比べても時間かかります、どうしても。で、ちょっと浮かずれもね、カルコスマ、特にね、まあ他の種類でもそうなんですけど、カルコスマは結構浮かずれがしやすくてですね、まあメスがさっさと浮かして、で、まあ、オスが結構遅れて、それも数ヶ月単位で遅れて浮かして、類代できないとか、まあ、できて、メスの最後の浮か組と、まあ、オスの早期浮か組が、ね、ちっちゃくてね、そんな大きくないやつが、なんとかかろうじて類代できるパターンが多いのかな、っていう感じですね。で、この世代はですね、ちょっとね、ちょっとそういう浮かずれ対策をね、目的として、ちょっと贅沢なんですけど、メスをね、ワインサラーに突っ込んでみました。で、ずっと飼育してたんですけど、浮かずれはほとんどないですね。うん、オスとの浮かずれはほとんどないので、まあ、ちょっと贅沢なんですけどね、まあ、温度差をつけて飼育してみるっていうのは一つ手じゃないかなと思います。で、他にあるとしたら、例えば、そうですね、メスの方を、まあ、より栄養価の低いマットで飼育してみるとかいうのもありかなと思いますけどね。まあ、とりあえず自分がやってみて、有効な手立てとしては、まあ、メスを低温管理するというのが一番手っ取り早いかなと思います。で、オスが今回多分時間かかったのはですね、多分、まあ、部屋がある程度低温でね、やってるんで、それが一つの原因かなとは思ってるんですけど、まあ結構ね、うん、まあ他の種類に比べても、全容、さなぎ、ウカ、このステージ結構時間かかりますんでね。まあ、ヘラクレスと同じ感覚でやってると、ちょっと、なんでしょうね、ちょっと焦ってくるようなぐらい時間かかりますんで、2倍近くかかるかな、多分、感覚的に言ったら。1.5 から2倍ぐらいちょっとかかりますね。まあ、ちょっとそういう種類なんですけど、まあ、これをね、ロングホーンで浮かさせれるっていうのは、この種類をね、まあ、コーカサス、アトラス、あと、エンガノはロングホーンいんのかな。まあ、でも、あと、モーレンガムね。まあ、カルコスマ系をロングホーンで浮かさせれたら、一つこれ、ね、自分の、飼育技術があるっていう証明になりますんでね。まあちょっと腕試しにはちょうど持ってこいな種類ではありますね。まあ入門誌ではありますしね。ジャガコーカサスなんか結構安価で、
今ちょっとコロナであれですけど、インドネシア便がね、普通に入ってる時はもう、結構安価で手に入る種類なので、まあ、入門種としてもね、ちょっと外国、結構、まあ、飼育してて強い種類、なかなか落ちない種類でありますんで、まあ、ちょっと外国産のね、入門種としては、カルコソマ、特にね、ジャワコーカサスなんていうのをおすすめですね。これマレーコーカサスなんですけど、マレーコーカサスの、キャメロンハイランドさんなんですけど、そういう意味ではね、まあ、コーカサス、ね、その中でもジャワコーカサスなんかね、ちょっと入門種、ね、コロナの影響で結構ね、そういう家の中でできる趣味をやられる方って増えてますので、まあ、そういう意味ではね、ちょっと外国産のクワガタカブトやってみたいなって方はですね、まあ、ちょっと成長までは時間かかりますけど、まあ、安価で手に入って、なおかつ、強い、なかなか落ちない、という意味でね、コーカサス、特にジャワコーカサスをね、おすすめしたいなと思います。というわけでですね、今回、マレーコーカサスのね、掘り出しというか、まあ、ちょっと現状をね、軽く説明させてもらいました。一応、飼育ケースね、2300で、とりあえず浮かまではできますんで、サイズを求めない方はね、まあ、最後、人工養護室に移すのであれば、多分2300でずっと定期的にマット交換していけばね、まあ、あれで体重も乗るし、最終的にロングコーン出るのかな。まあ、ちょっとその 107g のやつが、どんだけね、ロングコーンになるかちょっと未知数なので、あれですけど、まあ、人工養護室に移して対応すれば、ひょっとして2300便でも出ないんかなと思ってるんですけどね。それはおいおいね、また浮かしたらちょっと紹介したいと思います。というわけでね、長々となりましたが、マレーコーカサスのね、掘り出し現状報告を終わりたいと思います。